にちは。本日はカーショップグローリーのドッキリ企画をやっていこうと思います。こちらのですね、入庫したばっかの F8 スパイダーを売り替え道場の小林社長に売りつけてやりたいと思います。車検っていうか、もうこれ調べる売りつけに行った。買わんって言ったって。俺はもう社長に5200万ぐらい。5000台が買えるわけねえだろ。うわー、ちょっとねこれね、ちょっと一回降りましょうか。これ乗ってると買わされちゃうわ。社長に頑張ってよ。ちょっとどんだけじゃん息子は、そのね、やっぱ社長みたいな営業力があるからだよね。うわー、ちょっとねこれね、ちょっと一回降りましょうか。これ乗ってると買わされちゃうわ。しかもこれ上が開くって言ってたから。上が開くって言ってたから。上を開けますかじゃあ。おー、ちょっと乗せてもらったら助手席に。え、こっち見てたよ。おー、すごい。うわー、ちょっと引いてる、引いてる、撮ってる、撮ってる、映ってる。めちゃくちゃかっこいい。うわ、かっけえ。うわー、なにこれ。これで女の子と出かけてみ。トランスフォームしましたよ。社長もトランスフォームしないと。トランスフォームしますよ。ほらほらほら。社長、これ戻るか。これ走りながらも一応。走りながらは危ない。そうですよね。変速ならいける。確かにトランスフォーム。やりますね。レベルが違う。まあ、あれが売れるんでね。そうですね。だけど、どう思う？これを取らさせていただいて、これです。すげえなよ、これ。うわ、エンジン出てくる。エンジン今開けたんで、後ろ。バックに。あ、すごい。心臓部ですよ。めちゃくちゃかっこいいじゃん。かっこいいっすわ。これ、女の子ついてくる。カーボンになってるんですけど、うん、オプションで。普段乗りできそうだしね。そう、これで乗れんだよね、やっぱ。ツーリングで、刺すとああいうのはいいのか。行く場所が決まってないと、やっぱあれ、うん、そうそう、もうガラガラガラってなるじゃん。これがやっぱなる。乗り心地、全然違います。なるわけないじゃないですか。ちょっとインチキせえな。商人の顔してるけど、なんか。いや、マジでちょっと興味湧くな。いや、かっこいい。買ってほしい、私は。じゃあ、息子権限なんかないか、まあ、まあ、ちょっと頑張らさせてもらいますわ、じゃあ。何を？こっちの下取り価格ちょっと上げましょうか、じゃあ。あ、マジで？はい。あ、寝れる？まあ、一応ちょっと相談。どれぐらい上げる？ちょっと相談していいですか、そこは。やっぱり。はい。社長に。じゃあ、社長さん、ダメだ、お前。ここで即決しろよ。ちょっと相談し、ちょっと。じゃあ、ちょっと。どれぐらい下げる？あ、いや、300万か400万ぐらい上げてよ。これはね、ちょっとね、500万だってこれ5200万やろ。そうっす。一割引きやん、500万ってこれ。テンパ行ったら俺もうちょっとマジで考えるわ。そこでマジで考えるぐらいだよ。じゃあ親父聞く、はい、マジでいける。ちょっと聞いてきますか。500だよ。500ちょっと抜けてもっていいですか。全然抜けてもっていいですか。やっぱいろいろあれなんで。とりあえず見よう。いや、私は撮影させていただきたい。ちょっとガチ入ってきたね。ちょっともうガチ。傷だね。ガチ。ちょっとじゃあ、上倒して。はい。まず声かけて。オッケー。じゃあ。マジ500いったら。マジで考えない。考えない。まあ、あと、そのロードがあるってのあるじゃん。まあまあ。その辺ちょっと社長と思う。少ないけど。はい。いやー、マジか。じゃあ、行ったんで、ちょっと、とりあえず社長さんに確認電話をしていただいて。確認してみます。あ、もしもし。今ね、結構ね、社長、車見てもらっとるんやけど、だいぶ気に入ってもらっとって、値段やっぱ下げてほしいらしくて、どうかなと思って。はいはいはい。じゃあそっちの方向でちょっと頑張りますわ。はい、すいません。はい。どうですか？やっぱね、こっちは、下げれみたい。あ、この、緑の方。緑の方はもう、ギリギリの価格で、売っとるもんで、まあ、頑張ってあっちの下取り価格をなんとか100万でも上げてもらいます。100万どうですかね。100万、500からの100なんで、あ、もしくは私鍵さっきもらってるんで、最終手段勝手に持ってってこれを置いてくって感じでもいいんじゃないですか。大丈夫です。もう鍵私渡しとくんで、これ
こっちを置いてっていただいて、はい、いいんですかね。いつもカメラ回ってたらよっぽど大丈夫なんで。本当ですか。はい。じゃあ怒ることがそうそうないと思うんですけど。とりあえず乗せちゃいますか。乗せちゃってください。もう持ってっちゃってください。あ、でも乗せ車検で持ってくる。そうですね。車検もありますので。まあでもどっちにしても鍵はもう渡していけばいいんですかね。はい。わかりました。じゃあ社長呼びますか。すいません。はい。はい。行けた？バッチリ交渉してきました。そう。マジ？ただやっぱこっちはもう限界です。限界って一応下げてね。そう。限界だ。ダメ。もうダメ。こっちは。で、あっちをなんとか会社にかかって上げさせてもらって。いくら？50万どうすか？50万。なんでお前。50万。明日がねえか。はい。いや。考えろ。本当に興味すごいの。大興奮してた。僕知ってますよ、社長の男。怖いわ。いつも拝見させていただきます。見たんですか、YouTube。もちろんですよ。チャンネル登録ですよ。怖いわ。一応、査定、下取り価格ってプラス100万で。あげれるんですよ、社長。結構ギリギリ。いや、一応幅もらっとったら、お前、社長に。お前、幅もらっとったら、お前、そのせこい営業すんなよ、お前、男が、お前、やろう。ダメだ、ダメだ。ダメ。100。はい、まず今日はもう、まずな、もう一回流そう。一回流れない。ダメですか、100万でも。もう一回中見せてもらったら。いや、もう十分見た。もうこれ以上見たら、ほんとに。助手席側からもう一回見てみたら。ほんとに面白いちゃう。ほんとに面白いちゃう。お前、熊乗ってるやん。なんでまあまあ、中見ました、中見ました。これだけ。おー確かに。どうしたん持ってくつもりだったじゃん、お前。まあ、やどうすんのちょっと早いよ、どうすんのどうすんの持ってくの一旦持ってきます。いったんじゃない。じゃあ、ほんとかわいよ。じゃあ、一回、無理。これも、もうちょっと待って。あれもうちょっと待って。置いといてどうすんのか、これ傷つけられたら知らんぞ。まあ全然乗ってもらってもいいです。乗ってもらったら買わされる、絶対買わされる。何言ってんの、ちょっと待ってくれ。どういうこと、なんで車検の話もありましたし、まずは、まあ、車検はいいんですけど、あれどうすんの、あれもう置いといたら俺どうすんの。まあ機嫌の上がりだ。社長電話するぞ。社長に電話しよう。社長に言ってバンとして社長に電話するんだよ俺。社長に電話するって言ってんだよあなた。いいっすか。出ないっすねこれ。社長出ないっすか。出ないっすか。出ない。向こうもそっち系で来てるんですか。ちょ。夜はトランスフォームまあまあしてるから大丈夫。何どういうこと。もう買ってもらう動画になってる。これは買えないじゃん。ちょっともう俺もうカメラ回ってるけど回ってなかったら怒ってる。じゃあ無理だよ。もう終わりますか。ダメでしたね今日は。種明かししますか。どういうこと。種明かしということ。種明かしはもうちょっとこっちで話しとって。私がもう持ってってください。嘘、お前が言ったの。はい、だってもうあの、いや無理だぞ。どうしても買ってほしい相談受け、もう持ってったらもう買うしかなくなるんじゃないか。ごめんなさいみたいな顔される。なんか俺がなんか悪いことしてるみたいな気持ち。だからもっとおだてる。やっぱ5000万金額がきついからね。さすがにきつい。5000万はやばい。ぶっちゃけローンどうなんの。5000万家だもん。ちょっと俺もう本当にムカついてきたもん最後。本当にこいつら持っていくなと思って。これは私の作戦です。あ、お前の作戦か。はい、私こんな普通の人たちがやるわけないでしょって。ちょっと真面目そうじゃん、めっちゃ。高水準。そうだよ、だから。いや、ここ間違い、ここ怪しすぎる。いや、ほんとはだってドライバーじゃないでしょ。ドライバー。マジで。はい。ほんとに。はい。イケメンだし、面白いし。そんなことないです。いや、社長さん、頼もしいよね、こういう人がドライバーだって。そういうふうに思っていただけると、ほんと嬉しいですけど。いや、それはほんとに思った。まあ、そんな感じで、本日は買っていただけなかったので。キュンキュンするよ。また後日キュンキュンちょっと心は動いてくれたかなってことでね。動く動く。そうですね。いいんじゃないですか。はい。頑張って。はい、乗り換え道場のチャンネルの方はぜひこの前半結構ね交渉も俺の心動いたから URL 貼っときます概要欄に。ぜひ行って、まあ、まずチャンネル登録だけでも。はい。
で俺も前見た時にフェラリが何台か並んだりとかそういうのしよったかな。だから車好きの方にはもうめちゃくちゃいいアカウントです。まだほんでこれから上がっていくんでしょ。そう、上げていくつもりで、で本当に俺はもう毎回行くたんびに新しい車入っとったんで、これから YouTube 力入れてくれる、入れます。の今の感じだとまあ俺からしたらまだ 0.5 点ぐらい、めちゃくちゃ頑張るならもう本当にチャンネル登録してもらって、はい、どんどんいい情報でさ、はい、そうです、見に行ってくれればいいんじゃないでしょうか。はい、チャンネル登録、はい、お願いします。お願いします。お願いします。二階堂城のチャンネルもそうですけど、あの足場の資材買い取りしてますので、はい、ぜひ足場の資材の買い取りも国家買い取りお待ちします。はい、ここで使わなかったお金、あの足場には使えますんで、はい、もちろん商売には使えますんで、はい、ぜひ買い取り送ってください。お願いします。お願いします。じゃあせーの、また見てねー。